まあいいぞ、今日はまあなんかコンビネーションとか、まあ、4回目ですからね、まあ、コンビネーションやっていきたいと思います。まあいろいろあるんで、まあ最初コンビネーションの頃、まあこれ長いなと思ったら、まあ出てるのが1、2、3、4、5、5つだったんで、まあちょっと一安心ですね。まあコンビネーション、まず1つ目は、まあ、ワンツー、まあ、構えて、まあ、ボクシングの基本ですね。ワンから、まあ、連動させるようにっていうのを書いて、注意するように書いてあるんですね。にこう戻さずに上げとく、あ、これがポイントメロです。人は手だけでいいでしょうね。手で入って落としていくか、うん、まあ、こんな感じだと思います。しょうがない。まあ、次はミドルからストレート、ミドルを蹴って戻してストレート、まあ、これボディに意識を持っていかせてガードを下げさせて顔を狙うと、戻した時のまあ足のまあ位置を踏ん張り、まあこう浮きっぱなしでならないように、そしたところをしっかり踏ん張って打つ、まあ、そこがポイントのようですね。前に行かないようにという行き過ぎるので、ね、すぐ切ると、うん、3のバックでやるの難しいですよね。距離が多分相手がある程度下がってくれないと、もしくはその人は、まあ、その人はシフトレーンが良くないですけど、まあ、これは多分ミートとか基本的にやった方がいい技術ですね。次は運動入り、まあまあオーソドシだと、まあ、こういう多分、うん、まあ引き足とため、まあ、サウスポーだと、この引いた時にちゃんとタメを作る、まあ、そこが重要なようですね。
なような感じですかね。一応これで、ここはいろいろディフェンステクニックとかやりたいんですけど、まあ一人なんでちょっとできないんで、まあ一緒にやってくれる人でもいたら、まあちょっと連絡ください。まあ時間がちょっと限られちゃうんですけど、まあやりたい人は一緒にやりましょう。まあでもまた次回、バイバイ。